カメラ、アクセサリー専門ブランド、シエスタをご紹介します。シエスタというブランド名は、ギリシャやイタリアなどの地中海沿岸国家や、ラテンアメリカの風習である昼寝を意味するシエスタから来ています。疲れた日常のオアシスのような甘い休息、かつ最充電の時間であるシエスタのように、気楽で大切な存在感を持つブランドとして位置づけようとする意味が込められています。 シエスタは2006年に発売されたキャンバス素材の高級カメラバッグ CSB1749 を皮切りに従来の製品と差別化された独創的なカメラアクセサリー製品を発売しカメラユーザーの間で口コミによって広まり始めましたまた全製品を韓国で製作しています国内技術力と独創的なデザインをもとに堅実なブランドイメージを築いてきたシエスタは ハンドストラップとハーフリネンバックシリーズを香港に輸出しながら海外進出に乗り出し、その後台湾、シンガポール、マレーシア、フランスなどさまざまな国に製品を輸出しています。最近では日本の東京トレーディングと言って販売契約を結び本格的に日本へ進出することになりました。シエスタで最も古株の C.S.B. 一七四九カメラバッグは。 カジュアルはもちろん、フォーマルウェアにも似合うようにデザインされました。また、使いやすさを優先的に考慮した機能性を持ち、シンプルながらも洗練された高級製品です。ハーフリネンシリーズは、これまでカメラバッグに一度も使われたことのなかった綿と麻の混合素材を採用して、一層軽くて丈夫になり、変わったオシャレが演出できるバッグです。 実用性と独特な外形で多くのカメラユーザーに人気のシリーズです。ボストンバックスタイルのパンパスは、従来のカメラバッグの枠にはまらない、洗練されたハイセンスなカメラバッグです。最高級の革製バッグであるビゼントは、シエスタの代表商品で、さりげなく重みのある天然皮革で、細やかに作られた高級カメラバッグです。 バッファロー,ーをを使使ってグッと軽くすすることで使いやすさを高め、カメラバッグとは思えないほど高級感のあるデザインで若いお客様はもちろん40代から50代のお客様にも似合う品格ある製品です。シエスタ速車ケースはブラック中心だった従来の枠にはまらずさまざまな色の天然牛革素材で作られカメラを保護するのはもちろん高級アクセサリーの役割もしっかり果たす製品です。 速射ケースの全製品群に三脚ネジ用の穴があり速射ケースを外さなくても三脚に取り付けられるようにデザインされました現在キャノン5 d m II 5 d 専用 DSLR 速射ケースとオリンパスペン EP1EP2EPL1 専用さらにパナソニック GF1 専用速射ケースが発売されています 5D Mark II 専用速写ケースは、裁断、接着、返し縫いなどの全工程が手作業で行われ、最上の品質を保っています。ミラーレスカメラ向け速写ケースは、各カメラの特性に合わせてデザインされ、製品ごとにそれぞれ異なる特徴があります。オリンパスペン用速写ケースは EP1、EP2 EP 用と EPL1 用があり、EPL1 用は 三脚用ネジで止めなくても固定できるよう、ストラップリングに取り付けるスナップボタン式カワリングがあります。GF-1 用速射ケースは、ストラップリングを包んで、スナップボタンで固定できるカワリングのあるデザインです。三脚用ネジで止めなくても、カメラ本体と速射ケースが固定でき、簡単にカワケースを外して、バッテリーやメモリーが交換できます。ブラック、ホワイト、レッド、 ブラウンなど様々な色の天然牛革で製作され、時間が経てば経つほど自然な使用感と味が出てきます。シエスタネックストラップは、本革、ウェッビング、合成皮革など様々な素材とデザインの製品があります。革ストラップには、RF 用カメラ用と、SLR カメラ用の2種類があり、SLR カメラ用では、比較的幅の広い幅 30mm の L30 モデルと幅が狭く小ぶりのミラーレスカメラにもよく合う幅 15mm の L15 モデルがあります RF 用革ストラップはさまざまな色の革で製作され一般的な RF12 シリーズと長さ調節ができる RF12M シリーズがありますウェッピング素材のストラップはさまざまなデザインと丈夫な作りで選択の幅を広げており 新素材のスイーティーシリーズはパステル系の色で女性の人気を集めています SLR カメラは写真を撮るときや持ち歩くときその重さは侮れず落としてしまう心配がありますハンドストラップはそのような心配を軽くしてくれる非常に有用なアクセサリーですシエスタハンドストラップは機能性があるのはもちろんカメラを一層際立たせてもくれる革製ハンドストラップですブラックレッド オリーブ、パープルショッキングピンクの5色があり取り付けやすいようにハンドストラップ本体部とストラップが固定されています。